決勝来ましたけども、いかがですか。はい、本当に決勝に来れたことがすごく嬉しいので、あとはすごい楽しみでいきたいと思います。楽しみでね、はい、今後も決勝目指して、はい、頑張ります。衣装がまた、はい、また準々決勝の、なんだそうですか、もう画家の話はあれは、そうです、ね、そう、ジュリエット、ジュリエットっていう曲は、キュウさんもこうなんか後ろのキャリアを持ってこなしたから、あの衣装がもっと合わせて、はい、結構皆さんじゃあそれに合わせてる方も多いんだな、なんかそういう研究ね、はい、なるほど。でまた準々決勝の衣装に戻して、はい、同じ曲なんで、ね、はい、あと楽しんでやるように、はい、皆さんに意気込みに行きましょう。はい、皆さん本当にここまで来れて嬉しいです。ありがとうございます。応援してくださった方もありがとうございます。どうぞ最後の決勝頑張って楽しんで頑張りたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。少し
もうすごく楽しめたんですが、もう MC がほんまにもうぐちゃぐちゃになってしまって、もう最初から最後まで MC がもう意味わからないことになってしまったんですが、はい、MC なんか喋るのがほんまに苦手で、本当ね、あの今年の目標はちょっともっと勉強して喋れるように頑張りたいと思います。めちゃくちゃ喋れるじゃん結局ね、めちゃくちゃ喋れるともするじゃん。ありがとうございます。頭の方でバッチリやりてきましたね。はい、あ、我々以外と絡めばもっと上手に喋れると思う大丈夫だと思います。我々がめちゃくちゃ上手です。そうなんですよ、4回目の挑戦なんで、あのよく喋ったこともあるから、すごく楽しい。あれ今、名前出てこなかったでしょ。そうですね、何回も顔を合わせたんですけど、出てきます。どうですか、覚えてますよね、僕らの名前。覚えてます。何ですか。あ、すいません、ありがとうございます。おい、おい、教えるなよ。味方いるな。ねえ、いいですね。でもパフォーマンスやってきましたからね。はい、わかりました。お待ちください。ありがとうございます。